セレブアプリコットのご紹介です。生産者さん向けのお話をしますと、こうやって花弁も、重ねも多くですね、秋にはすごくいい色合いになる品種となっています。ただ一つご注意いただきたいのは、葉がですねチップバーンを起こしやすい品種となっておりますので、その点ご注意いただいて栽培していただけたらと思います。でお花屋さん向けなんですけども、なかなかですねアプリコットの色合いのリシアンサスっていうのはあまりこういう色なんですね。こう柔らかい色のピンク色がやや入ったようなオレンジっていうのはなかなか探してもなかったとかと思うんですが、スミカは出しましたよ。ぜひセレブ、覚えやすいですよね。セレブのアプリコットということで、ぜひ市場さんで見かけましたらお買い上げいただければと思います。あ、とってもいい症状の子がおりました。こんな子がおりましたらぜひ手に取ってもう即ゲットしちゃってください。よろしくお願いします。こちらこのセレブリッチホワイトがうちの農場に勝ってるんですけども、見てください、この表情豪華ですねで、セレブリッチホワイトですけども、とても長い間、作型がですね7月上旬から後半の10月中旬まで、とても長くお作りできますよということで、とても人気がある品種です。ただ、真夏のすごく暑い時期、8月ですとかは茎折れの、心配もありますので、その辺そのあたりをご注意いただいて栽培していただければ、その夏を越えた後でも表情がとてもいい状態で、出荷できますので、ぜひリッチホワイトお買い求めください。でこんな素敵なものも市場で見られると思いますので、よろしくお願いいたします。